トラックドライバーの人手不足が深刻化する中、さらなる負担となっているのが宅配便の再配達です。この対策として東京都は物流の効率化に向けたプロジェクトを展開するほか、民間企業も新たに再配達を削減するためのサービスを始めています。皆さんは再配達を利用したことがありますか？もともと受け取る予定だったんですけど、ちょっと長引いちゃって予定が、で受け取れなかったみたいな。宅配ボックスがあるんですけど、宅配ボックスはいっぱいの時に再配達になっちゃいます。年間およそ5億個に上ると言われる宅配便の再配達。東京都は再配達の削減など物流の効率化に向けて、今年3月から運送事業者らと連携し、東京物流ビズというプロジェクトを展開しています。今日はプロジェクトを知ってもらうイベントが行われ、宅配ロッカーの展示や、受け取り人が不在の際に玄関前などに荷物を置く、いわゆる置き配で使えるバッグが無料で配布されました。また小池知事と配達員らによる対談も行われ、再配達による負担が増えているという実情が語られました。私の配達地域は町田市内で、多摩地域なんですけども、細い山道を行くことが多くてですね、もしそこに夜再配達とか出てしまうと、どうしても暗い道行ってしまうので時間がかかる。再配達を減らす動きは民間でも。ヤマト運輸の配達員が今玄関前に荷物を置きました。こちらの受け取り人が昨日から始まった新サービスを利用したということです。宅配最大手のヤマト運輸は昨日から事業者の利用に限っていた置き配のサービスを5600万人以上の一般会員にも拡大しました。会員向けの置き配は無料で利用でき、玄関前や宅配ボックスだけでなく、家の前に停めてある自転車のカゴや物置なども受け取り場所として選択できます。コロナも明けてきて、お客様たちも外に出て行かれるようになったときに、またご都合に合わせて家にいることができないみたいなニーズは多く最近をいただいておりましたので、昨年頃から検討を開始しておりまして、で今回ようやく提供に至ったという。利用者にとっては時間を気にせず荷物を受け取れるため便利さが増す一方で、指摘される盗難や破損への懸念についても配慮されているということです。時間帯のご指定と同時に選択できるというところがポイントでして、ご帰宅の時間に近しい時間で配達ができるというところで、長時間置かれないというところでセキュリティ等を担保しているような状況になっております。日本郵便やアマゾンジャパンなどではすでに置き配を選べるようになっていて、宅配最大手のヤマト運輸が本格導入したことで再配達のさらなる減少が期待されます。はい、トラックドライバーの人手不足が深刻化する中、2019年に 16% だった再配達率は、新型コロナによる緊急事態宣言の影響により在宅する人が増えたため 8.5% まで減少しました。しかしコロナ禍が明け、外出機会が増えるとともに再配達率も 11% 台に上昇し、現在も高止まりの状態が続いています。で政府は目標として今年度に再配達率を 6% にすることを掲げていて、玄関前に宅配便を置く置き配など物流の負荷軽減に協力した消費者にポイントを付与する事業を10月頃に行う方針を示しています。また国だけでなく自治体でもこうした動きは広がっていまして、板橋区では宅配ボックスを導入した場合に助成金を支払う取り組みを行っています。戸建て住宅では最大5万円、集合住宅では最大15万円を助成していて、インターネットと接続していてスマートフォンへの通知機能がある宅配ボックスの場合は、助成金の上限額がそれぞれ15万円と25万円に上がります。この板橋区の助成金事業は2022年度から実施されていまして、
22年度と23年度は受付期限を迎える前に予算の上限に達する公表ぶりで、今年度についてもすでに予算の7割に達しているということです。事業者だけでなく受け取る利用者側にも再配達を減らす行動や考え方が求められています。